探したのがそのバイトだったんだけど、まあ、実際に面白かったんだけど、結果的に言うとそこは俺はクビになっちゃった。あー大事件やっていきます。意外とうまくいっしょ。こんにちは、どうも。まあ、続々とね、最近動画に上げていて、まあ、悩みだったりをもらうんですけど、まあ、最近で気になった悩みだったりが、この4つかなっていう。まあ、これに関して、ゆっくり雑談していこうかなと思っております。お悩み相談がすごい!めちゃめちゃ来るもんでさ。まあ、俺が答えられることしか答えないけどね。みんな悩みがあるんだな。で、これ順番は別に考えてなくて、この話から聞きたいなっていうところからやっていこうと思うんだけど、まず触りとして、モテるためにベースを始めたけど、手が虫みたいで気持ち悪いと言われてしまった君へから解決していきましょう。これは解決というより、実際に DM に送ってくれたんだよね。このまず文章だけ来たんだよ、下さん。ベースを持てるために始めたんだけど、手が虫みたいって気持ち悪いって言われちゃったよ。どうすればいいって言われて。ちょ、見してみろよ。つったら、その動画送ってくれました。で、それをちょっとみんな、俺も見た時爆笑しちゃったんだけど、ちょっとそれは一回みんなに見てほしいの。ちょっとさ、ベースの中でも ちょっと癖ありじゃね?残念ながら、まあ、今回は解決という形ではないんだけど、まあ、結論だね。虫です。でもこんなもんだと思うけどね。俺は。なんか手の骨格の話だと思うわ。なんかベースって俺こういうイメージがあるよ。こういうね。まあ、どうしようもないところであるんで、捨てましょう、ちょっと。はい、次。まあ、ポンポン行きましょう。バイトで悩みを抱える人たち。めっちゃ多いね!バイト DM。バイトに闇を抱えてる、なんか、バイトの社員さんが嫌ですとか、バイトのここが嫌ですみたいな具体的な嫌なとこがあってどうすればいいですかって、どうすればいいですかもないんだよ。やめればいいって。バイトなんぞ。俺、バイトって本当にもう変えまくったよ。もうなんか、社員さん、とかなんて大体バイトのことなんて大したあれだと思ってないからさ、バイトなんてマジで無限にあるから、やめた方が得だぞ。やめて他のバイトをした方が経験になるまであるしな。なんか深刻なんだよね。なんか社員にセクハラされながらバイトしてる女の子がいるし、いや、やめてよ。やめればいいじゃん、そんなの。そう、視野が狭くなってんだよ。視野が狭くなってるんだって。でも当たり前なんだよね。ある程度なんか、年を取っていかないと、視野って狭いのが当たり前だから。で、学校っていうコミュニティに属して、学校が全てだと思うじゃん。でもさ、年を取ってくると学校っていうコミュニティって狭かったんだなって思うじゃん。でも学生の時ってそれに気づけないんだよね。だからバイトが始めても、バイト受かってそこで始めちゃったら、そこのコミュニティが全てだと思うんだよ。マジでね、なんか大学とかやめて、なんかちょっと大人になったら、あの時の学生のコミュニティって本当に狭かったんだな。あの中でなんで頑張ろうとしてたんやろとまで思う人もいるかもしれない。そん中でもバイトってちっちゃいからね。大学とかって変えられないけど、バイトっていくらでも変えられんぞ。俺高校生の時初めてやったのが、ショッピングモールのとかに入ってるさ、ガキンチョが遊ぶさ、風船でできた滑り台みたいなのわかる?でっかいやつ。あと、汽車とか走ってない?ショッピングモール内。ああいうのを仕切るお兄さん。やってた。おい、行ってらっしゃいって言って。滑り台の上からポーンと押したり、子供並ばして、はーい、時間ですよーってやってる。あれが一発目かな。いろんなバイトをさ、探しててさ、コンビニとかってめっちゃ大変そうに見えたんだよね。マックのバイトとかさ。すげえ大変そうに見えて、大変でもいいから面白いバイトないかなと思って、探す時間すげえ割いて探したのがそのバイトだったんだけど、まあ、実際に面白かったんだけど、結果的に言うとそこは俺はクビになっちゃった。辞めさせられた。ショッピングモール内をね、走ってる汽車があるわけよ。スタート地点から
マックの前を通って、ユニクロの前を通って、おもちゃ屋さんの前を通って、そのスタート地点に戻ってくるのが、俺が言われてたのは、8分って言われてたの。8分。8分で戻ってきなよっていう。で、ゆっくり走んないといけないんだよね。でも、俺は高校生でめちゃめちゃバカだったから、どんなに頑張っても、そのコースを3分半から4分で走っちゃうんだよね。もう爆速なの、ショッピングモール内を。うっは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 400円とかかかるのに、その体験が、まあ3分とか4分で終わっちゃうのは、ちょっと満足がいかないかもしれないから、頑張ってね、そこは覚えようって言って。ショッピングモールが閉まった後に、居残り練習して、そこのルートを頑張ってゆっくり走ろうっていう練習をしたんだけど、やっと俺6分で回れるようになったの。6分なら菅原くんよくやったねみたいな空気感にあったんだよ。でも、俺の心はね、もう、その速度を受け入れられなかったんだよね。6分だと、もう物足んなくなっちゃって、次は、角を、どんだけ鋭利に曲がれるかゲームを俺は始めちゃったの。ですんで、ね、カキンカキンカキン結構さ、来ちゃって、長いから、トン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 って、何個もその、後ろに繋がってるから。で、内輪差ってわかる？曲がるときに、内側って、後列の方が迫ってきちゃうのね。その、一番先頭が走ったところよりも、その、ついてきた車両の方って、内側を走っちゃうの。高校生だからそれ知らなくて、で、いつも通り、イエーって言って遊んでたら、ショッピングモールにさ、よくあるさ、でっかい壺に入ってる、吹き抜けの2階前飛び抜けてるさ、ヤシの木ない。わかる？何本も生えてる。通路にあるさ、ど真ん中に生えてる。その後ろの車両が、その壺に、キキキキキキって吸っちゃって、その吹き抜けのヤシの木が倒れたの。俺がこうやって、運転席からこうやって見てたの。そしたら、覗くところにヤシの木が、バイアイアイヘヘヘヘってなってて。あああ大事件。大やらかし。で、なんかその、ショッピングモールの一番偉い人と、エリアの管轄の人みたいなのに、なんか反省文みたいなの書いて、で、しかも、その目の前で謝りまくって、で、菅原、首とはちょっと、首、まあ首なんだけどね。菅原くん、他の仕事もあると思うよ。他の仕事探してみればって言われて、はいって言ってやめた。で、それが1個目でしょ。次やったのが、ティッシュ配り。ティッシュ配り、意外とおもろくて。ティッシュを段ボールに何箱か持ってって、駅で配るんだけど、早く配り終われば、その分早く終わるんだよね。だから、受け取る人を見極めないといけないんだけど、それこそ、急いでる人とか、なんかキャバの姉ちゃんみたいのは受け取ってくんないの。でも、カモがいて。まず、そもそも、その場所に着いたら、そこら辺にいる不老者の人に30個ぐらい配るんだよ。はいって。めちゃめちゃ感謝されるの。しかも、ね、数もめちゃめちゃ減るし。で、それで、もう段ボール1箱分ぐらいなくなるのね。あと2箱があって、カモが、まずはおばあちゃん。おばあちゃんは、多ければ多いだけ受け取ってくれるの。しかも、バックで、アメちゃんもらえるっていう。あとは、意外なのが、急いでる人の中でも、電話してる人。電話してる人クソもろやって。電話してる人って、ちょっと強めに渡すと、もう、持ってる手と話してることにリソースがいってっから、胸の前にとかでボンって出すと、なんかね、話してて取ってくんだよね。だから、その電話してる人には、多めの量を強めに渡す。あとは、サラリーマンとか普通に、役の売人みたいに、さっと渡す。こう、目を見ないで、ペッて。で、ティッシュのバイトは結構続いたかな。でも、それでも3ヶ月、4ヶ月辞めて、次、引っ越しだ。ほら、もう、俺、これは忘れない。お前ら、引っ越しのバイトは絶対にするな。高校生の DM とかもたまに来るけど、マジで最悪だから。派遣の引っ越しバイトだったんだけど、新宿とかの高いビルで派遣の登録して、うわ、すごい、大人の仲間入りだ、こんな綺麗なビルで、そう、登録だけだけど、よし、働くぞ、頑張るぞ、と思って、その、派遣のバイトって、
メールを受け取ってからここの場所に集合ですって言って、そこの場所で待ってるので、どんな人が来るのかなと思ったら、入れ墨バキバキ入ってる太っちょ2人で、トラックの中入ったら下のその足を置く場所が若葉だらけなの、空のぐっちゃぐちゃなのゴミで、あんちゃんちょっと俺たちの 間乗りなと言って、その太っちょと太っちょの間に俺こんなんなって入って、俺これ今から8時間とか耐えられっかなと思って、で1軒目のマンションみたいなのついて、おい行くよとか言って、でちょっとそこ待ってて、ながら作業行くから、で家の中にその人が入ってって、何持ってくるのかなと思ったら、その人一人で冷蔵庫持ってきたら、おいとか言って、持てるか、ふざけんな、持てるはずないやろ、冷蔵庫1個お前と違うぞ、高校生や俺、そんなんばっか、一人でソファー持てたの、冷蔵庫持てたの、何がやねん。で2軒目終わって、3軒目よし、3軒目よし、やギリギリ頑張れる、ギリギリ頑張れると思って、3軒目どこ行くんすかって聞いたら、茨城行くぞって言われて、俺そこで帰った、すいません、本当にすいません、俺ここで帰らせてもらいますって言ってすげえキレてたけどね、もういいしょうがない、いいよ帰れよ、帰れ帰れ、もういい、やる気ないの意味にいいんだよ、帰ってよ。俺その時の帰りの電車の中の冷房がもうこの世で浴びてきた風の中で一番気持ちよかった。京浜東北線の日暮里に向かう電車の中の冷房が本当に気持ちよく感じて。バイトで悩みを抱える人たち、はい、というわけでやめましょうって話ですね、結論から言うと。